はい、よろしくお願いします。ゴーポポアルモンガスということで、私マキが話させていきます。さっき質問の時間があると言いましたけど、多分質問の時間がないので途中で皆さんガンガン質問してほしいです。いいですね。で僕このトークを半月というか3週間ぐらい前に1回やったんですけど、それ見た人2人だから、よし、じゃあ同じことやったら大丈夫だな。では質問してほしいので、まず皆さんに発声練習させてしてもらいます。いいですか。発声練習です。声を出してもらいます。皆さんで僕が 1,2,3 と言ったら、ヤプシー大好きと叫んでください。いいですね。これをやるのは皆さんが質問しやすくするようにするためです。はい、いいですか。 1,2,3 ヤプシー大好き。はい、ありがとうございます。その調子で質問してください。はい、じゃあいきます。僕はリストラットでやってます。 LINE で働いて JPA っていうのをやってまして、去年までやってました。外に出てるプロダクトとしては STF ってやつと、あとペコっていうやつが出てるので、割と、どうも最近ペコさんが売れてきてるので嬉しい限りです。はい。僕とゴーですけど、まあ僕もともとパール C とかをやってた方で、ゴーをやってみて大体1年弱ぐらいです。でペコとかも含めて大体10万行12万ぐらい今で書いてきて、まあまあプロダクションとかにもやり始めて、いろいろやってます。でその何万行と書いてる間に、最初の4万行ぐらいで多分Go の落とし穴に全てハマった自信があるので、今日はその落とし穴から学んだ様々なことを話していただきます。はい。一応Go の構文とかそういう話はしません。若干もうすでにパール Python やってる人で、なおかつ Go の、チュートリアルぐらいはやってる人、もしくはもうちょっと自分で書いてみたけどまだしっくりきてないなっていう人、向けの話です。 Go でバリバリやってる人は腹筋でもしてください。はい。今日言いたいことまとめると、まずさっきも言いましたけども、いつでも乱入してください。話も飛ぶし、いろんな泥臭い話をします。質問しないと話がつながないところもあるかもしれません。今日はちょっと予定より時間が少ないので、あまり質問がもらえない、やれないかもしれないですけど、後で廊下とか、あとはツイッターで僕が分かるように言っといてくれると適当に後で答えます。はい。で、僕 Go は、まあ、LL っぽい C という見方をしていて、まあなんだろう、インタープレターで動かすみたいな感じでコードを動かすこともできるし、なおかつ、割と低レベルなことも、できて、あと構文とかもツール のサポートによっていろいろなんだろう、 LL っぽい感じの書き方ができるなというところが、と思ってます。はい。でも、その流れで僕もその来ちゃったんですけど、 LL っぽいから簡単だろうなと思ってやり始めると、なんかなんだこのクソ言語はっていう話になってきちゃって、おかしな感じになってきます。キータとかの Go タグ読んでると、このうちの何人かに一人はお前ら絶対に3ヶ月後には俺 Go なんてひどい言語ひどいよって言ってる気がするんですね。もう話手放してしちゃいそうな人が結構いる気がします。でそれはなんでかというと、ノリを変えずに Go をそのまま、使い続けようとしているだからじゃないかなと僕は思ってます。はい。まあ、でさっき言ったように違うノリが違いますし、そもそも Go は、静的片付けのコンパイ言語なので、パールでも Ruby でも Python でもない、文化が違うというところが重要ですね。特に、まあ、話しますけど、その設計とかそういったことに関しては全く違うメンタリティで持って臨まないと、詰みます。はい。では本題、ちょっとアジェンダ飛ばしますね。でまあ、とりあえずみんな必ずハマるポイントたちをちょっとボコボコ説明したいなと。まずよく僕もそうなんですけど、言われるのが Go に例外があると思っている人結構いるんですけど、 Go に例外はないです。厳密には Perl や Ruby や Python で思っている例外がないというのが重要なところで、パニックとリカバーっていう形はあるんだけれども、これは本当にもうニッチもサッチもいかなくなった時に使うツールたちであって、例外を使ってメッセージをパスするみたいな、そういう用途では使えません。普通にエラーを使えというのが、重要な学びのポイントです。あと
オブジェクト思考に関しても結構 Go の記事読んでると、 Go でオブジェクトを、思考するにはこうやるんだよっていう書き方をしてる記事が多いんですが、そんなのは全部嘘です。オブジェクト思考はありません。まあ、厳密にはそのオブジェクト思考っぽいことができるんですけど、一番重要な、継承とかのモデリングの部分が全く違います。このやつは、そのフーとバーを親子関係にしたときに、みたいにしたときに、オブジェクト思考っぽく再定義する必要なくメソッドを呼べたりするけれども、これはあなたたちが思っているオブジェクト思考のメソッドを呼び出しとは違います。後でプロダクトが動き出してから、これ正しい呼び方してないって気づいて破滅に陥ります。なんでオブジェクト思考なんて忘れてしまえが、というのが、重要なポイントですね。あとゴール陣、 Go を使うとやっぱりゴール陣で並行処理を、がやれるからいいねという話がいっぱい出てきますけど、並行処理をするときに、まあ、僕はそうだったんですけど、C やパールとかそういう世界から来てると、どうしてもやっぱりポジックスレッド、もしくはそのいわゆるプロセスモデルで考えちゃうんですね。でプロセスモデルって、例えば、フォークして、ウェイト PID してとかそういうことをするんだけれども、ゴール値に対してはそのような操作ができないんです。外から例えばキルもできなければ、ウェイト PID 的に待つこともできません。その辺の処理は他のチャンネルとかを使って明示的にやる必要があります。ただその代わりゴールチンはスレッドやプロセスと違ってものすごく軽いので、何百万個を出しても作っても割と平気です。はい。そうで、おまけとして非同期プログラミングの素養がちょっとあると、この辺の同期の取り方は非常に分かりやすいです。なんで例えばパールで言うとエニーイベント、Python だとツイステッドだっけ、Ruby だとイベントマシンとか、あの辺のなんか非同期系のコードの書き方を知っているといいですね。はい。でまあこの辺がハマるポイントなんだけれども、じゃあハマらないようにするに具体的にどういうことなのかというのを今度は話します。まず例外とエラーの話、一体に例外存在しません。でちょっとその仕事が読んだ人は、まあ、パニックとリカバーってあるじゃんってみんなさん言うんですけど、これらのコードはさっきも言ったように、もうこの条件に当てはまってしまったら進めないという時にだけ使えます。具体的に言うと、例えばパニックが起こった時にはもうすでにメモリーのアロケーションができないということも可能性があって、そこで何かリカバリーをするのがもうほとんど無理っていう状態だったりするんですね。なのでもうそもそもリカバーしたところで、文字列を確保できないとか、そういう状況になっている可能性もあります。 Go の世界ではパニックというのはそういうものです。なので起こってしまったらもう基本的にはやれるだけやってとっとと終わるっていうのがパニックとリカバーの使い方です。はい。なのでどうするかというと、エラーは、戻り値で返して必ず確認する。はい。まあ、これは Go のそのツアーオブ Go とかでやると必ず出てくるやつなんで、まあ普通にエラーを返してエラー側にいるかどうかを確認して適当に処理するというのが正解ですね。はい。複数の戻り値もできるので、例えばこれは整数を本当は返す関数なんだけれども、もしその整数のパースに失敗した場合、エラーを返すと、整数自体には何も値を初期値の値しか与えずにエラーを返すという形で返します。はい。まあ、これが Go の流儀でパニックリカバーは使わない。はい。で必ずこれを確認する。で、必ずこの仕様の話をすると、Go ラングナッツっていうその Go の、メーリングリストでも必ず 2,3 ヶ月に1回ぐらいこの質問する人はいるんですけど、なんでこんな同じことを毎回しなきゃいけないんだって言われるんですね。まあ気持ちはわかるんですけど、そもそもそういう代替手段がないのが一つと、あとこういう if error not equal nil っていうのを、基本的にみんな同じ流儀で書いて、どのコードでもこうなってるので、だんだん自分のコードも他人のコードも読むときに、これが視覚的なマーカーになってるんですね。if error not equal nil って来たら、あ、ここでエラー対処するんだからっていうのは
すぐ分かるようになるんで、もうこれは Go ではそういうものなので、この流儀にとっとなれてやっちゃった方がいいです、うん、後で読み返すときもね、やっぱりこのインデントがあると、あ、こうエラーしてる、エラーの処理してるんだなってのすぐ分かって割と便利になります。はい、パニックは、まあ、これは言った通りですね、もう重要なファイルが存在しなかったらもうこれ以上進めないからとっととパニックとかするのが、まあ自分の自分というか、自分の書いてるコードではこういう使い方が、ほぼ全てですね。もう少し込み入ったあの使い方もできるんですけど、ちょっと時間の都合上パスします。基本は使わない方がいいです。でリカバー、パニックに対するリカバーですけども、これもほとんど使わない。僕は個人的に使ってるのは、例えばインプットストリーム、インプット用のやつとかアウトプット用のリーダーライターとかで、もうクローズしたライターにもう一回書き込もうとするとパニックが起こるんですね。でもあのペコというプログラムの中ではそういう状態に自分から分かっててもあのその状態にさせて無理やり終了させるケースがあって、その時にはもうそのエラーを無視するためだけに使ってます。まあ、これちょっとコードを具体的に見ないとなんでそんなことしてるのって思うと思うんですけど、基本的にはまあそれぐらい、特殊な使い方じゃないとやらないので、結論としては本当に使う必要が出てきたら分かりますので、その時に使ってください。でちなみにエラーを返すときに一番手軽に扱えるのはフォーマットエラー F っていうやつなんで、これあのスプリント F と一緒で、あの文字列を与えてエラーの内容をポポッと釣れるやつです。前これ話した時質問でエラーっていうパッケージもあるけどなんでそっち使わないのって言われたんですけど、エラーってインポートをわざわざ明示的にするところが僕は個人的には少なくて、でも FMT は、あ、じゃあ FMT はあの必ず使うので、あ、今のフムと重要なところなんで覚えておいてください。Go やる人は FMT は FMT じゃないです。フォーマットじゃないです。フムとです。フムとです。はい。Go の作者たちにあの FMT とか言うと怒られます。はい。まあこれは FMT、フォーマットフムとは必ずあのインポートしてるので、まあそのまま使っちゃいます。はい。はい、あと Go の流儀ではエラーは小文字で必ずスタートしないと Go リントというツールに怒られるので。もうそういう風にしましょう。はい、まあ、ということでエラーと例外に関してはこれまで の, あのパールや何やらで使ってきた例外のテクニックはひとまず全部忘れましょう。使うととても不幸せになります。面倒くさいように見えるかもしれないけども、エラーを戻り値に入れて毎回チェックするのは成功への秘訣です。で、まあ言語によってその例外を使うのか戻り値を使うのかが微妙な感じのパール言語もあるんですけど、あのそれに比べたらまあないならないで何とでもなるので、あのこれはこれで割といいと思います。はいですね。まあまとめるとエラー処理は急がば回れなので、あのそのパニックとかでポッと終わらせたいと思わずにちゃんとエラー処理をするのがおすすめです。はい、とりあえず今ここで質問がある方いますか？大丈夫？みんなエラー大丈夫？はい、あ、はい、どうぞ。はい、ディファーとの絡みはゴールーチンのところでやるので、後でやります。はい、他にはいいですか？じゃあ時間がないのでそっといきますね。はい、Go で構造体設計、ここはね、あの僕あのペコの前に STF っていうのを Go で書き直した時にすっごい苦労して、もう何万行無駄にしたか分からないところなんですけど、あのぜひ皆さんに伝えたい。Go では基本的にあのオブジェクトというものがなくて C みたいな構造、ストラクトっていう構造体です。なんで、まあ、C やったことある人には馴染みのある、あ、ストラクトじゃんっていう形ですね。でもオブジェクトしかはないです。レシーバーとメソッドはあります。なので特定の、型のストラクトに対してメソッドを紐付けることはできます。だけれども継承がないんです。継承がないということはつまり自分が、
親から、その要素とかメソッドをもらうということができません。なのでモデリングの仕方が全然違います。でこれで僕はなんか軽食っぽいことできるから、じゃあオブジェクト思考っぽいモデリングをすればいいのかなと思ったら、すごい後悔する結果になったので、こういう話をしているわけです。はい、なんでオブジェクト思考ができるなんて思わない方が救われます。でじゃあどうするのかというと、まあ、普通にオブジェクト Go でオブジェクト思考っていう書いてある記事とかにも全部この埋め込みっていう形で説明がしてあるんですね。でこう埋め込みっていうのは、この場合はバーを風の中に埋め込んで、この場合バーフィールドという明示的な名前を、つけて要素としてやってるわけですね。でこの場合は風の中にバーフィールドっていうのがあるので、それを明示的に呼び出して、それに対してバーメソッドを呼び出してるわけです。まあ、これは特にオブジェクト思考とかそういうの関係なく、こういう形で、明示的に呼び出しますよねっていうシンプルな形です。でももう一つできるのは無名埋め込みっていうのができて、要素の名前を与えずにただ風の中にバー入れましたっていうのができます。そうすると風に対して直接バーのメソッドを呼び出せると。そうするとあたかも継承したかのように見える、ね、あたかも風ユーザーバーなんですけど、でも実はこれ違うんです。ここでみんなね、あできるんだって思っちゃうんだけど違う、継承っぽいことができるだけであって、これは継承ではなく実は異常です。風の中に入っている、これはベースと違うんだよ。これはじゃあベースがプリントするメソッドがありますね。プリントするメソッドがあって、ベースとチャイルドそれぞれ作ってプリントするメソッドをそれぞれ呼び出すと。普通継承が行われていたらば子クラスの方では自分 の, そのレシーバーも子クラスになるんだけれども、実はそういうことではなくて両方とも親クラスのやつが呼び出されているのがっていう結果になります。これ実際実行すると見えるかな、まあ書いてある通りなんですけど、本当は I am base じゃなくて I am child って出てきてほしいんだけど、どっちも base って出てきます。これは何でかというとただの異常だからです。はい、なんでさっきのやつはこういうことです。この2行は全く同じことなんです。 child の中にある、child に対してプリントレシーバーを呼び出すのと、チャイルドドットベースドットプリントレシーバーを呼び出すのと全く同じことをしています。ここでオブジェクト思考的なコンセプトが破綻します。なぜならばそのディスというかセルフというか、それを渡していくことが自動的にできないからです。はい、でそうするとじゃあコードの再利用どうすればいいのっていう話なんですね。今までオブジェクト思考的な考え方をしていると親からまるっと受け継いでそれを で再利用するっていう形なんですけども、この場合できません。でじゃあどうするかというと、この埋め込みとインターフェースというものを使ってやります。でまず考え方を考える必要があって、親からまるっともらうこの左側のモデルではなく、小さな部品をいっぱい作ってそれを埋め込むというモデルにします。であれば小さな再利用可能な部品をいっぱい作って要素としてどんどん埋め込んでいけばそういうことができます。これステート型、まあステートといってもただの整数なんですけど、このね、Go がすごいパールの人に親和性が高いなと思うのは、ほらパールって別に橋じゃなくてもブレスできるでしょ。それと同じでイントにをステート型にするってことができて、それにメソッド生やすことができるんですね。多分ね、他のちゃんとしたオブジェクト思考やってる人たちからはなんだこれってなるんだけど、すごい綺麗。はい、まあ、でこれで、ステートという型を作って、ステート始まり、初期化中、プロセス中、終わり、終了したみたいな、ステートを1,2,3,4,5 という、定数で定義してます。でそのステートに対して、次のステートを返す、つまりプラス1した値を返す、ネクストステートね、現在の値を返す、この値を変えるっていう3つのメソッドを作ります。そうするとこのステートオブジェクトに対していろいろ操作できるようになります。でこれはデバッグしやすいようにプリントしたときに文字列を返すやつですね。ラップチョパスでこれを使って合成します。ステートを使った、フーという中身なんストラクトに対してステートを無名読み込みします。ステートを無名読み込みすると自動的にフーがゲットステート、ネクストステート、セットステートがそのまま使えるんです。
さっき見たように異常が自動的に行われるんですね。本当は f.state.setState なんだけど、省略されて f.state をそのまま使えるんです。そうで、同じように埋め込みをすればタイプバーもタイプバズもそれぞれステートを埋めを使った、まあ、あたかも継承したような形にできます。はい、なんで、そう、セットステート、ゲットステート、ネクストステートの宣言は1回で済みましたね。なんで、これ再利用できてます。これはごめんなさい、パス。で、そういったところを、踏まえると、考え方としては、今までのオブジェクト思考っていうのは、こういうツリーモデルで、親があって、それを継承してっていう形でやっていたものを、もっとフラットな形で考えると、Go の構造体の設計はきれいにできます。Go の中にある、IO 系のやつとかは、例えば、リーダーのインターフェースを持っている、ものたちとライターのインターフェースを持っているものたちがあって、あの場合は右下の2つは重なってるんで、リーダーもライターもできるっていうようなものになります。だからインターフェースを定義するときれいにできるんですね。ちょっと飛ばしちゃったか。質問がなければ飛ばしますけど、今ハテナハテナの人なんだかよく分かってない人大丈夫？飛ばしちゃう？聞かないと飛ばしちゃうよ。みんな分かったんだね。よし。はい。まあ、それでインターフェースなんですけど、さっきほどの IO リーダーとか IO ライターのインターフェースっていうのもあって、この辺は、自動的に、特定のメソッドが使えれば自動的に満たされるので、すごく簡単にインターフェースを満たすことができます。はい、例えばさっきのステートを使ったインターフェースだと、パイプステーターでインターフェース、ゲットステート、セットステート、ネクストステートができるやつが、ステートインターフェースを満たしているものだというか定義すると、当然さっきの一番最初の、int 型の int のステートは、明示的に作ったので、このインターフェースを満たしますよね。で、埋め込みされた、さっき foo ってやった、埋め込みしたやつ、もう当然、異常でこのメソッドを解決できるので、このインターフェースを満たします。自動で。そうするとどうなるかというと、先ほどはこのリストのところうまくできなかったんだけれども、フーバーバズをそのままこのステートのインターフェースを満たしているものの集合体という形で定義。で、ステートのインターフェースを満たしているので、当然、セットステートやネクストステートもこれに対して使える。こうして一般化ができるわけです。これでインターフェースを満たしてやるを埋め込みで同じものを受け継ぐという形じゃなくて、インターフェースを満たしてやるっていうことをするとすごく綺麗な Go のコードを書けるようになります。はい、でここまで話をすると大体みんなジェネリクスが欲しいって言うんですけど、諦めましょう。インターフェース意外と使えます。でさらにどんなに叩いても近いうちにジェネリクスが言語に入るという予定はありません。確か正式な答えは、考えてもいいです。はい、うん、これもね、その Go ラングナッツっていうメーリングリストに定期的に来るんですけど、それでも GX あった方がいいじゃんって言うんだけど、やめましょう。はい。で、まとめると、モデリングでの Go 的な考え方としては、具体的なオブジェクトの階層を作るんではなくて、API を考えましょう。必要なメソッドは何なのか。例えば、よくオブジェクト思考 の例とか出てくる動物のヒエラルキーがあるじゃないですか。あれとかで草食動物っていうものを作るんではなくて、草を食べる API を持っているものという考え方をする方が楽です。で、グラスイートっていうグラスイート、っていうメソッドを持ってるものの集合体とかって考えると綺麗に書けます。
で部品の再利用は埋め込みとかでやれば OK です。はい、これをやらずにね、あのその無名埋め込みいっぱい使って階層を作ろうとしてやると、うん、あのひどいコードができて、GoSTF サーバーっていうやつがあるんですけど、これ4万行ぐらいのもうひどいオブジェクト指向をしたかったコードになってまして、まあ興味があればチェンジログを見ると、僕の、苦悩の歴史が見えます。はい、まあ慣れが必要なので、その辺はオブジェクト指向を捨てて頑張ってください。はい、おあと10分になってしまった。質問がパッとあるなら大丈夫。まあひょっとしたら後でツイッターを開けるとなんかすげえ質問が並んでる可能性があるな。はい、じゃあ並行処理やります。 Go にはまあ皆さんご存知の通り並行処理の基本ツールが最初から用意されてますね。ゴールチン、チャンネルとか。ゴールチンはまあスレッド、チャンネルはゴールチン間の、データの受け渡しのパイプ的なものでっていうイメージで OK です。まあ、ゴールチンの特徴としてはこのままですね。普通に Go っていってメソッドを定義していれば、別スレッド2が実行できるタイミングで実行してくれます。で、あまり負荷を考える必要、作成の負荷はあまりなくて、さっきも言ったように何百万個とか作っても意外と Go のランタイム自体は大丈夫です。はい、特徴特徴、そうですね、ゴールチンがどのスレッドでいつ実行されるかはGoのランタイム任せなので、そのタイミングは分からないです。ただ実行されるタイミングのイメージはあの非同期、マルチタスキングのに近いので、その辺がその非同期系のライブラリに素養があるとなんとなく、ここで動くんだなっていうのが分かると思います。でフォークや、P スレッドのように、そのプロセスやスレッドを回収する必要はないです。ないんだけれどもちゃんと同居しないとリソースの解放が正しく行われないです。でこれがとても重要、一旦そのポジティブ的なものは忘れないとここら辺がこんがらがります。で違いとしては、具体的に違いとしてはまずゴールチンの ID は取れないです。まあ、具体的に言うと本当は取れるんだけど裏技を使わないと取れないです。なで、ゴーラングナツコです。でどうやって使うのっていう質問をするとそんなことはするなって言われるの で、で理由としては、ゴールチンローカルのデータとかを保持するのは良くないという理由です。データはチャンネルとして受け渡しする、ゴールチンごとに ID でデータを持つとかいうのは良くないからやめろという感じですね。はい、で ID が取れない、ID が取れないのもあってゴールチンを外部から止めることもできません。シグナルを送ってキルはできないし、ターミネートジョインもできません。でゴールチンが終了したというお知らせも来ません。シグチャイルドは発行されないし、そのジョインとかで戻るということもできないです。なので明示的にデータのやり取りする必要があります。例えばこれ簡単な例ですけど、これは動かない例です。メインがあってその中でゴールチンをガンと一回やると、そのゴールチンは違うスレッド内何なりで動くようにスケジュールされるんですけども、この Go が終わった後にメインが終わるのでゴールチンの終了を待たずに終わってしまうのでゴールチンは結局動作しません。なのでこれ同居する必要がある、ゴールチンが終わるのを待つ必要がある。で同居するのに、これは、さっきのメインの中でチャンネルというものを使ってここでお知らせを待つようにします。終わりましたよっていうお知らせです。でそのお知らせというのはこのディファーの中でこの Go のファンクが終わった後に実行されるんですけど、終わる時に実行されるんですけど、そこでチャンネルに対して終わりましたよっていうお知らせをして、でそれを待ってるのがメインスレッド。こうするとメインが終わる前に必ずゴールチンが実行されるのを保証できます。実際実行するとよいしょ、1秒2秒3秒4秒5秒待ってゴールチンが動いたっていう印が来てプログラムが終わる。でこの同期すごく重要で、なんでかというとゴールチンを
の同期終了とか同期せずにメインが終わると、ゴール地が途中で停止します。途中で停止というのが重要で、途中で停止するとディファーとかが動きません。リソースの対応とかに使ってるディファーので組み込まれた関数が動かないんです。そのまま途中 のステートで止まってしまいます。これ実際そのディファーってやつですね。先ほどと同じ形で、Go のゴール値の中でディファーでプリントしてます。このディファーのファンクションが実行されてっていうのをしてるんですけど、例えばパールとかのガードを知ってる人であれば、ガードはスコープを外れた時に実行されるので別に待たなくても実行されるんですが、ゴール値のディファーはちゃんと待たないと、関数の終了を待たないと実行されません。この場合ガツンと動かすと、ゴール値が始まりました、メインが終わりました、でこのディファーが動いてないのが分かります。これはさっき言ったように関数終了時に動くのがディファーだからです。途中のステートで終わってしまったら動きません。でさっきの直すためにどうするかというと、ディファーを、するときにこうちゃんとゴール値が終わるのを待つっていうのを1回だけ入れておけば、ちゃんとゴール値が終わるまで、メインが終わらなくてちゃんとディファーも動きます。で動かすとさっきとは違ってちゃんとディファードが動きましたって出ます。はい、なんで動機はとても重要です。時間的にちょっとどうしようかな。そうですね、同期するときもそのループするゴールチンを停止する、ゴールチンの中で無限ループがある場合、こういうフォーループがある場合ですね。今までのポジックス的なモデルであればこの人にシグキルとかあのスレッドターミネート的なことを言えばどこでもあっても止められると思うんですけど、ゴールチンはそれができないんですね。なので何らかしらの形で同期をしないといけないです。でさっきも言ったように綺麗にループを止めないとあのディファーとか走らないで良くない。でどうするかというと、ループの中に、ループの条件として変数を入れておいて、それの値が変わるゴール値を走らせるとかですね。これはあくまで一例です。セレクトとかを使ってもっと綺麗にやる方もありますが、そうするとセレクトの説明しなきゃいけないので面倒くさいのでやりませんでした。はい、でそれを使ってさらにそのチャンネルにシグナルが来たらお知らせを送るというのをすれば、シグナルが来たら停止っていうことができます。はい、これで綺麗に同期して終了できます。この辺は後で読んでもらいましょう。あと気をつけなきゃいけない、同期するときに気をつけなきゃいけないのは、チャンネルにはバッファがありますね。バッファっていうのは一つのチャンネルに対して、何個まで余剰に書き込めるかです。バッファがゼロの場合は誰か同時に読み込んでる人がいない限りそこでブロックします。バッファが1の場合は1個だけの1個のメッセージは誰も読んでなくてもいられますが、2個目からブロックします。なのでこのループの場合は先にバッファを10個取ってあるので20個送るときに11個目でブロックするようなループになってます。なんでちゃんと書き込みがある場合読み込みの設定しないとデッドロックします。でこれなんか僕が実際にた恥ずかしいデッドロックなんですけど、これをパッと見て分かる人はいますか。これ何かというとフォーループがあって、フォーループの中で一回チャンネルから読み込みをしてるんです。でその読み込みの内容によってスイッチケースでいろんなことをしてる。ただこのケースでは同じチャンネルに書き込んでるんです。同じゴールチンで読み込んでる人は他のところにいるのに書き込んでしまったということは、ここでバッファーが足りなくなったらデッドロックです。これがどうしても分からなくて最初すごい時間をかけました。はい、で例えば上 の, あ の, バあのチャンネル作るところでメイクのバッファーを256とかにするとかいう手もあるんですけど、
それでも257個目にはデッドロックが起こるので、いつデッドロックが分からなくて困ると。はい、なんでこれをどうやって回避するかというと、読み込みと書き込みを別々にするというハックな方法があります。これさっきと全く同じコードです。読み込みました、書き込みますが、書き込みを違うボール位置にボーンと逃すという手があります。汚いけど他のところがどうしても直す時間がなくて、とりあえず直したいという場合はこれでいきます。本当はこのコードの構造がいけないです。はい、でもゴールチンというのはこういう感じで、なんだろう、割とサクッとやりたい、こういうハックをしたいときも使えるので便利です。はい、飛ばします。あと 5分。じゃあここからも細かい話です。Go のフォーマッティングに最初僕合わせられなくて、ハードタブではなくてスペース2個っていうことをやっていたら、プルリカ遅れねえよって言われてその後回避しまして、 Go フォーマットとかでコードの整形をちゃんとするようになりました。 Go を書く人はちゃんとそうした方がいいです。でこのコミットログを見ると、僕が急に全てのスペースをハードタブに変えたのが見れてとても滑稽です、はい、これはね、多少Goを書いてた人じゃないとわからないんだけど、インターフェースの戻り値がニルなのにニルじゃないっていう怖い現象があって、今わからない人多いと思うんですけど、インターフェースがあって、それを、満たすストラクトがあって、ここではポインターですね。ポインターなので当然、初期化しない限りで見るんです。だけどもそれをそのまま返します。重要なのはここがインターフェース型で、戻り値の指定がインターフェース型で、ここがコンクリートな型っていうポイントなんですけど、これ見るですよね。中身だって初期化しないのね。だけどこれを受け取るコードをこうやって書くと、さっきのゲットインターフェースですねをこうやって書くと、この if m イコール2に入りません。中身ニルなのに入らないです。なんでかというと、インターフェースってのは型と値がニルじゃないとニルんじゃないんです。さっきのやつは型がちゃんとした型が入ったでしょ、コンクリート型が入ったじゃないですか。ほらここで型を定義してる。なのでこれはニルと比較すると、インターフェースの形としてニルと比較すると永遠にニルになりません。すげえ落とし穴で、じゃあどうするのかっていうと、さっきのリターンを M を返すんじゃなくて普通に2って返せば全部解決するんです。そうすれば型も不定、値も不定なので、はい、皆さんにはぜひこの穴にはまっていただきたいと思います、はい、ね、まあ、こういう結果になりますね。はい、あとこれね、皆さんやるとき絶対引っかかると思うんですけど、 OS エグジットとログフェイタル F 使うとすごく悲しいことになります。なんでかというと、どっちもディファーを動かさないです。リソースの解放を走らないであなたのプログラムは終了します。はい、なのでそこら辺はちょっと、普通にプリントしてリターンするとかでやった方が幸せになります。はい、パッケージの話はちょっと長いので、はい、あとこれだけ言いたい。他人の書いたコード、外部ライブラリをバンドルしたときに、まあこれはバンドルどうするかって話じゃなくて、Go Dev 程度で大丈夫ってなんですけど、バンドルしたコードがちょっと微妙な場合、例えば Go のコードのくせして、戻り値がチャンネル使わずにブロックするやつがいるんですよ。ね、普通の C コードだったら別にブロックしたっていいけど、Go なんだからチャンネルを返してほしいんです。そうすれば、自分のコードをブロックせずに先に進めます。ね。じゃあどうするかっていうときは、さっきも書き込みのときに使いましたけど、ここでチャンネルに逃がしてしまう、他のボール位置に逃がしてしまうっていうことをすると、きれいにでき、あ、違う、ごめんなさい。これが理想のコードだ。さっきのはブロックするコードなんだけど、普通に値返してますよね。理想的なコードとしてはチャンネルを返してチャンネルから値が来るのを待ちたい。そうすれば待ってる間他のことができるんです。でも他人の書いてるコードだから手が出せないじゃないですか。そんな時に使えるのが Go で、ここで
読み込みのブロックするやつを違うゴール地に逃がす、そしてチャンネルに書き込む、そのチャンネルを待つってすればブロックするコードから逃げられます。あ、すいません、はい、こちら言うようになった。ちなみにこのここをクリックすると、タウンボックスっていうタウンボックスっていうクソコードがあるんで、それが戦った歴史が見えます。はい、こちらからは以上です。でまともとしては5を書くときには考え方を変える必要があって、まあ意固地にならないで、5に入れては5に従いをやってください。はい、以上でした。